はいどうも RTS ヒッポでーす。イースとも同じくウスイでーす。おーエルザレットでーす。はーい、というわけでエルザさんの方のリスナーの皆さん、はじめまして RTS と申します。わーわーわーやったー。いやいやいや、ちょっと待って、あのさっきまでめちゃくちゃ話してたのガチガチじゃないですか。これあれですよね、2人がやられるときは助けなくていい感じですよね。いや助け合いましょう。まだコラボですよ。コラボですからね。こうあのスプラやってるとよくあるのが、実は一番の敵は味方みたいな話あるじゃないですか。ありますね。うん、ありますね。いやですよ、この配信終わった時にちょっとギスギスするよ。ヒッポさん一番高いんじゃないですか、この僕たち3人の中では。パワーだけね。パワーだけで。若葉シューターという存在はですね。あ、なんか飛んできたし。よーし、違う、そっちじゃない。父さんがいない。よしよしよし。なんかスケー楽しそうになってる。なんかスケー楽しそうになってる。羨ましいな。ちょっと待って、喋れない。喋って、そこは。無理、ちょっと待って。あ、誰かいる。あ、いいよらー。あ、違う。ありがとう。違う人にやられた。ナイス。風水線今バッチリ取れてますよ。やったー、行けたー。そうか、エルザさんが負けたところに行けば映れるんだ。違う、そういうゲームじゃない。映り方分かっちゃった。やばいよ。結構ね、配信者の方に声かけるって勇気いりますよね。いりますよね。ツイッターのフォローとはもう全然違いますからね。声かけるって、リプ送ることすら RTS でバラバラ戸惑ってる。状態なんで。風水さんイエーイ。あった。何今の。あったわ。それではまた次回会いましょう。ほんじゃ。ほんじゃ。またな。